植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はトマトの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。トマトの品種は約8000種類も存在すると言われ、厳密な決まりはありませんが、トマトは果実の大きさにより大玉トマト、中玉トマト、ミニトマトと3種類の種類に分類されています。この動画では大玉トマトをメインにトマトの育て方を紹介します。それではよくある質問の一つ目です。土作りや種まきに関して教えてください。プランター栽培の場合、深さが30センチ以上ある大きめのプランターを用意しましょう。用土は強から野菜を育てる土がおすすめです。トマトは中性から弱酸性の土を好みます。地植えの場合、種まきの2週間前までに黒石灰を混ぜて酸度を調整し、1週間前までに追肥を混ぜてよく耕しておきましょう。トマトは寒さに弱い植物です。ゴールデンウィーク明けの植え付けがおすすめです。トマトの苗を購入したらすぐに植え付けを行います。本葉が7枚から8枚ついて一番花が開花しかけているものなら、植え付け後も元気に育ちやすくなります。根鉢を崩さないように浅植えにするのがポイントです。続いて2つ目のよくある質問です。水やりや肥料の与え方に関して注意点を教えてください。植え付けから1週間ほどの間の苗が根付くまではこまめに水やりを行いましょう。その後の水やりは控え気味にし、土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。実がつき始めたら水やりを控えめにすると甘いトマトになります。トマトに肥料は欠かせません。植え付け時には元肥として強から野菜の肥料を土に混ぜ込みます。その後は1段目の実が大きくなり始めたら追肥として強から野菜の肥料を与えましょう。さらに液体肥料ハイポネックス原液を2週間に1回のペースで施しましょう。早く木が大きくなりすぎている時は量を減らしましょう。3つ目のよくある質問です。美味しいトマトを収穫するための管理方法は？美味しいトマトを収穫するのに余計な脇芽を生い茂らせるのはよくありません。芽かきを行わないと脇芽の成長に栄養が使われてしまいます。実に栄養が行き渡るように余分な脇芽は芽かきを行いましょう。芽かきは雨などで雑菌が入らないように晴れの日に行います。目標の高さまで種子が伸びた頃に行うのが摘心という作業です。摘心を行うことで茎の成長が止まり、トマトの実に栄養が十分に行き渡るようになります。十分な栄養を身に回すことで安定した収穫が可能になります。また養分の分散を防ぎ、大きくて甘い実に育てるために4個から5個を残して、それ以上の実は小さいうちに取る摘果も行いましょう。最後にトマトの育て方の基本情報です。置き場所は風通しの良い日向を好みます。水やりは土の表面が乾いたら茎や葉に水がかからないように株元にたっぷりと水やりをします。やや乾かし気味ぐらいで大丈夫です。病害虫はアブラムシ、コナジラミなどの被害に遭うことも、見つけたら早めの対策を。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。